Thank you.
もしかしたら聞いたことある人いるかもしれません。ロイハーグローブのセントデニスという曲でした。でさっき紹介文もあったように、ですね、実は本当に練習できてなくて、僕自身が、見てわかるように就活生なんですけど、楽器が2週間ぶりなんですよね。実は。先に言っときます。楽器2週間ぶりです。で、今日みんなで集まってやるのがもう2週間ぶりぐらい。いやね、2週間ぶりぐらいなんで、ちょっと今日はなんか盛り上げとか考えずに完成度順で曲組んでます。で多分時間をしてると思うんで、もう次の曲いきたいと思いますね。メンバー紹介は次の曲終わってからにします。で次の曲が、次の曲はキース・ジャレットのナンバーでカントリーです。聴いてください。Thank you.
でした。はい。はい、じゃあ、正直僕、さっき愛媛から帰ってきたばっかなんですよ、就活で。で、ちょっと喋ることも全然考えてなくて、さっきじゃんけんで決めたんですよ、MC。なんで、まあ、とりあえずメンバーだけ紹介しときます。で、じゃあ、まあ、新入生の直属の先輩になる2回生から紹介していきたいと思います。はい、はい、ドラムの尾形誠義です。多分関わり持ってる人分かると思うんですけど、結構変わってます。まあでも面白い先輩なんで、みんな喋りかけてください。はい、でもう一人2年生ベースの竹内萌乃ちゃんです。はい。はい、で彼女は、まあ、しっかりしてますけど、まあ、ガキとちょっと似てます。なんでちょっと2人で会話してることよくあるんですけど、会話が成立してないっていう、ね、ことがよくあるんで、まあね、日本語覚えような。はい。で次、ごめんなさいね、じゃ雑で本当何も考えてないんで、じゃ次3回生紹介していきます。じゃあギターから、はい、ギターの河野明、はい、多分ね、前10日やっけ、この前やったの10日の時も多分出てたのかな、多分僕以外多分10日にも出てると思うんで、来てる人は多分見たことあると思いますけど、まあ今日来た子もいると思うんで紹介しておきますね。はい、じゃあ次彼もトランペットです。トランペットの田畑光。はい、待ってるよね。はい、多分この後も今日と明日といっぱい出ると思うんで、まあ聞きに来てください。で最後僕は4回生の須藤陽介です。よろしくお願いします。多分僕もサークルにあんま顔を出すことなくなると思うんですけど、まあ覚えておいてください。はい、今何分？あと5分か。あと3分か。あと3分か。マジ？じゃああと3分やし、もう最後、次で最後なんで最後の曲いっちゃいますね。すいません、打ち合わせしてます今。じゃあ最後の曲言いますね。最後はスタンダードナンバーでオールオブミーです。聴いてください。